こんにちは、ナビゲーターのビートラです。皆さんの会社にも社内のパソコンを管理してくれる上司さんいますよね。みんなが頼りにしている上司さんですが、実はいろいろと困っていることもあるんですって。そこで今回は本物の上司さんに話を伺い、普段感じているというパソコン管理の困りごとトップ5をランキング形式でまとめました。アスキー編集部メンバーによる再現漫画を交えながらお届けします。それでは早速第5位から発表していきましょう。せーの、ガオー。上司さんの困りごと、まず第5位はパソコンの管理作業全般です。会社から社員に貸し出すパソコンの管理は上司さんの大切なお仕事の一つです。ただし、一言でパソコンの管理と言っても実は幅広い作業があるんです。例えば、社員がスムーズに仕事できてコスパも高いパソコンはどの機種かを調べるなんてのも上司さんのお仕事なんですね。知ってました？また、ノートパソコンを営業先や自宅に持ち出すことで故障や紛失も起こりやすくなります。もしも故障したら社員の仕事が止まらないように、上司さんはすぐに予備のパソコンを準備しないといけません。もっと大変なのは紛失した場合です。そのパソコンから情報漏洩やハッキングが起きないように、パスワードリセットなどの緊急対応が必要になります。その緊急対応に深夜までかかるなんてこともあるんだとか。大変だ。お気楽社員さんはすぐに用意してねなんて言ってましたけど、そんなに簡単なことじゃないんですよ。わかってます？それでは上司さんの困りごと第4位に進みましょう。せーの、ガオー。第4位はテレワークだとトラブルの状況がつかめないです。社内でパソコントラブルが起きた場合、上司さんは現場に行って状況を調べることができます。でも、外出先や社員の自宅などテレワーク先のトラブルだとそうはいきませんよね。状況をチャットやメール、電話などで尋ねても社員さんの説明が分かりにくかったり応答が遅かったりすると状況が全くつかめません。これはとってもストレスでしょうね。また、テレワークだと故障したパソコンの交換作業も社員さんの出社スケジュールに合わせて行う必要があります。こうした調整作業もなかなか厄介なのだとか。上司さんのお悩み、続いて第3位はこちらです。ガオー。第3位、これもテレワークに関係するお悩みでした。テレワークの在宅勤務では社員の自宅ネットワークがよく使われます。でも、皆さんの自宅のネット環境はそれぞれ違いますよね。ネット環境のせいで VPN につながらない、ビデオ会議がすぐ切れるといったトラブルが起きても上司さんとしてはどうしようもないのです。それでも社員さんからは会社のパソコンなんだから何とかしてと言われがち。自分の責任じゃないのに何とかしろなんて言われたらさすがにムッとしちゃいますよね。さてさて、上司さんのお悩み第2位はこちらです。ガオー。お悩みの第2位にはトラブルについての聞き取りの難しさが上がりました。パソコンのトラブルを解決するためには社員さんから詳しく状況を聞き取って原因を突き止めることが大切です。でも、 IT やパソコンに詳しい社員さんばかりではありませんよね。中には何を質問してもわからないを繰り返す人もいて、聞き取りに苦労することが多いんだとか。さらに、原因はそっちで調べてよなんて上司さんに丸投げする人すらいるようです。
上司さんはいち早くトラブルを解決して仕事を再開してもらいたいと思っているのに、これじゃ余計に時間がかかっちゃいますよね。さあ、いよいよ第1位の発表です。いきますよ、ガオー。第1位は上司さんの都合を考えてくれないでした。上司さんのお仕事はパソコンの管理業務だけではありません。他にも例えば新しいシステムの導入、ネットワークのメンテナンスといった大切なお仕事もあるんです。自分のパソコンが壊れたらすぐに直してほしいと思う気持ちはわかりますが、忙しい上司さんには他の予定もあるんですよ。皆さんもすぐに何とかしてなんて言わずに、ちょっとは上司さんの都合も考えてあげてくださいね。パソコン管理にまつわる上司さんの困りごとは、今回ご紹介したもの以外にもたくさんあるようです。そんな困りごとの解決をサポートするのが、インテルの B プロ搭載パソコンです。こんなシールが貼ってあるパソコン、見たことありますよね。B プロ搭載パソコンは様々な機能を備えていますが、上司さんにとって特に嬉しいのがリモート管理の機能でしょう。テレワーク中のパソコンが壊れたなんて場合でも、 B プロ搭載パソコンなら上司さんがリモートから状況を調べ、設定変更などの操作もできます。これならば状況がつかめないお悩みもなくなりますね。さらに B プロ搭載パソコンはビジネス向けのしっかりしたパフォーマンスを備えています。普段のデスクワークに加え、テレワーク中のビデオ会議もしっかり対応できて安心です。これを選んでおけば間違いなし。細々としたパソコンのスペック調査も必要ありません。さらにセキュリティも強化されていますから、テレワークでもより安心してパソコンを持ち出してもらえます。上司さんは会社のみんなの活躍を陰で支える IT ヒーローです。そしてそのお仕事を効率化する頼れる相棒がインテルの B プロです。ぜひインテル B プロ搭載パソコンを選んで、パソコン管理の困りごとにさよならしましょう。それではまた、ガオガオ。今回の内容はこちらの記事で詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。プレゼン直前に PC がダウンだって。再出動よ。ファイアウォールの外側だ。復旧用のリモートリンクを確立中。ハードウェアベースのセキュリティも有効。復旧完了。なんでまだ警報が光ってるの？うわ、私だ。OK、もう大丈夫ね。ファイアーボールの外側まで全ての PC を安全に管理。それがインテル B プロプラットフォーム。